かわいそうなことですけれども、この前、木村花さんというですね、非常に若くてはつらつとした、女性のプロレスラーがですね、SNS といいますかネットの誹謗中傷に耐えかねて、自殺をされました。まだお年は20歳かそれそこそこですね、性格もいい人らしくてですね、非常に私も、残念というか、胸が締め付けられる気がいたしました。もちろん多くの方々がこの木村さんの死についてはですね、いろいろな感想を述べておられますが、私がこの話を聞いてですね、思ったことをここでお話をしたいと思いました。人間はずっと日本以外の場所って言ってもいいんですけど、今私幸福な日本っていうのを書き続けておりますが、日本以外の国はですね、必ずその国に支配層っていうのがおりまして、支配層がその国を所有しておりまして、それで そこにいる人間も所有しておりました。それが奴隷という形だったり、それはギリシャですね、ノードという形だったり、これは帝政ロシアの時代、もしくはその奴隷とかノードという名前がついてなくてもほぼそれと同じような、言ってみれば支配階級の搾取対象であったというヨーロッパとかですね、中国というようなところがあります。例えば中国ですと、これは岡田先生、歴史学者の岡田先生の、研究によるとですね、漢の時代の最後に殺害された漢の庶民といいますかね、国民とは言えませんね、国の民ではありませんから、約8割から9割とこう言われておりまして、それはどうしてそんなに殺されるかっていうと、もちろん日本は日本人のものなんですけども、中国は支配階級のものだったからなわけですね。それが長く続きまして、18世紀に産業革命が起こり、19世紀にそれが花開いてですね、ヨーロッパ諸国の富がたまるとですね、20世紀が明けて1900年、ちょうど日本では日露戦争の後、ヨーロッパでは第一次世界大戦の前、ロシア革命の前という時期なんですね。この時代に、ロシア戦争が、日露戦争1904年5年ですから、19世紀が明けたというのを厳密に言えば、日露戦争の直前ということになりますね。大衆の力が増えてきまして、それまでの大衆っていうのは女の人はほとんどが門弊を履いております。貴族以外は門弊を履いているわけですね。男の方は農夫かそれとも兵隊っていうような感じなんですね。それがですね、1900年から1920年の間に徐々にいろんな点で発展をしまして、産業も活発になりまして、アメリカの力も増えてきて、T 型フォードなんかも出てきます。工業化が盛んになり、その富が全国民に行き渡るようになりますね。そうすると1920年ぐらいから盛んにですね、社会学とかそういう方向では大衆の時代と言われるわけですね。そういった書物がオルテガ・イ・ガセットなんか書いております。マックス・ウェーバーみたいな社会学者も盛んにその当時の社会情勢を解析しております。社会ではちょうどブランドものですね、現在ではブランドものって普通なんですが、ブランドものっていうのは、ココ・シャネルが最初なんですが、帽子とかスラックスですね。その前の時代は全員が女性モンペですから、別にその帽子とかスラックスがいるわけじゃないんですね。貴族の人は一つ一つ洋服屋が貴族の家に行ってあつらえますから、別にブランド屋さんに買いに行くなんてそういう貧弱なことはいたしません。それからマックスファクターがベイクを初めてしたのが、女優相手にしたのが1923年だったと思うんですが、それがいわゆる大衆の時代を作っていくんですね。で、大衆の時代、それまでの貴族の時代と大衆の時代がどう違うかっていうのをマックス・ウェーバーとかオルテガ・イ・ガセとかいろんな形で著述しておりますが、貴族には三原則があるんですね。それは自分の名前を名乗る、人と考えが一緒のことを恥じて自分独自の考えを作る、それから言ったことにとかやったことに対して責任を取る
これがあの貴族の三原則なんですね。名乗る、独自、責任というわけですね。これに対して大衆の三原則はですね、匿名、不和雷同、無責任というのが、まあその当時考えられた大衆の三原則なわけですね。そうしますと、1920年から民主化が進んでですね、貴族が交代して大衆が表面に出てくるとどういう社会になるかというとですね、名乗る、独自、責任という三原則を持った貴族からですね、匿名、不和雷同、無責任という性質を持った大衆が主人公になるわけですから、当然社会は悪くなります。オルテガ・イガセットもですね、大衆が力を持つことによって戦争が増えるだろうと。なぜかっつったら不和雷同だから、みんなが戦争しようって言うと責任持っていやそれはダメだと言ったりですね、昔の貴族だったら、戦争になったら真っ先に自分が死ぬわけですから、それから国がどうなるかっていうのを心配するわけですから責任も取るわけですね。したがって戦争は抑制されたが、大衆の時代になると戦争は抑制することができないと言っておりますね。まあ、その通り、彼らが指摘した直後にですね、ナチスが現れまして、いわゆる宣伝戦ですね。ゲッペルス宣伝相がですね、いやもうドイツは戦わなきゃいけない、大南帝国だとこう言ってですね、そして力を持って第二次世界大戦を始めるわけですね。日本でも同じです。朝日新聞に先導された国民がですね、今日本の中で、解釈されているのと全く逆ですが、朝日新聞に先導された国民がですね、軍部をと政治を突き上げて、そして戦争にまで持ってきます。つまりここもやっぱり大衆の時代で、匿名、不和雷同、無責任を組織化して煽って不幸な戦争に持ち込んだのが朝日新聞なわけですね。そういう構造ができまして、世界中が戦争に巻き込まれます。これはもう本当にオルテガ・イ・ガセットが予言した通りという感じがいたしますね。私はその当時、このお二人を中心としたいろんな社会学の本を読んでですね、なるほどなと、民主化というのはいいように見えて、実態は名乗る、独自で責任を持つという貴族の政治から、匿名の不和雷同、無責任という時代に変わるんだなと。見かけは民主主義とか全員で決めるとか言ってるけど、その全員、国民全員というのが匿名の不和雷同の無責任じゃですね、社会が良くなるはずないなと、なるほどなと思った記憶があります。しかし私はそれを乗り越えて民主主義進歩家なんですが、その前提はですね、まあ、ここのタイトルに書きましたように、大衆の貴族化が起こると。なぜ起こると思ったかったら、お金持ちになるからと思ったんですね。高度成長で、まあ、給料が月に2万円、私が東大の授業料を払った時は年に9000円、まあ、そういう時代からですね、収入が20万30万と初任給ですね、こう伸びていけば、やっぱり本も読むようになり、テレビ教養番組、テレビの教養番組を見るようになり、お互いにいろいろディスカッションして、今まで匿名、不和雷同、無責任だった大衆がですね、貴族的な大衆、誇りを持って名乗り、自分で考えて独自の考えを持ち、そして言ったことやったことに対して責任を持つという社会になるだろう。そうならなければ、まあ、人類というのはちゃんとした社会を作ることができないとこう考えまして、まあ、ちょうど私がそういう意思を固めたのは1990年ぐらいだと、今から30年ぐらい前だと思いますが、絶対的確信を持って、民主主義進歩ということで始めました。まあ、それにはその他のですね、まあ、あの山形番頭、江戸時代の山形番頭なんかもそうなんですが、少数の貴族より少し能力が劣ってても多数の、国民大衆が考えることが正しいとかですね、まあ、その他それに類したいろいろな思想も勉強して、そして民主主義進歩になったわけであります。しかしその民主主義がまだこう成熟、大衆の貴族化ですね、
つまり大衆が自分の名前を名乗り、自分で考えた独自の考えを持ち、言ったりやったりしたことに対して責任を持つということにならないと、それはせっかく民主主義を作ってもですね、民主主義ってのは言葉はいいけど、そのところに参加してるのが匿名不和ライド無責任じゃどうにもなりませんからね、そういうふうに思っておりました。しかしコンピューターとかインターネットとかスマホなんかの出現が少し早かったんですかね、まあ、そういうおもちゃを大衆が与えられてたら、匿名を利用し不和ライドを利用し結果に対して無責任であるという社会を構成してしまうわけですね。これがやっぱり今度の木村花さんの死につながったと私は思うんですよね。まあ匿名じゃなくっちゃ俺は言うことできない、立場が弱いからっていうのはこれ大衆の言い訳なんですね。それからみんながコロナが怖いと言うから自粛警察をやるよと、これも不和雷動なんですね。それからもちろん、匿名だから逃げ隠れして知らないよとこう言うと、これは江戸時代でも武士なんかはもちろん貴族ですからね、名を名乗って俺の考え、わしの考えはこうだっつって腹を切って責任を取るっていう、それが武士として、社会をリードしてましたから、それはやっぱりある程度社会の他我というのは閉まってるわけですが、それがその、IT というエクイプメントって言いますか、装置、おもちゃですね、おもちゃを持って、何でも自分で好きなようにする。しかしそれをまた朝日新聞がですね林立てると、別にいいよとかリベラルだとか言ってですね林立てるということによって本当にかわいそうな一人の女性の死を生んでしまったわけですね。まあ確かに匿名というのも意味がないわけではありませんが、私はやっぱりですねこの木村花さんの死に際してですね、多くの方が俺も民主主義の中で生きるなら貴族の三原則を守らなきゃいけないと、まあ貴族の三原則というのはなんとなく貴族という名前をつけるのついてるので嫌だったら武士の三原則でもいいんです、日本大和魂でもいいと思いますね。大和魂の三原則、自分を名乗る、名乗らないのは卑怯であるっていうことですね。名乗ることが大切だ、だってあなたのやることはあなたがいいと思ってやるんでしょ、いいと思ってやるんなら名乗ったらいかがですか、こういうわけですね。それから何でもやっぱり一人の人間ですから、不和雷動じゃいけないわけですね。タバコを吸っちゃいけないとみんなが言うから俺は禁煙運動をやるんだとかですね一人一人がきちっと、まあ勉強してない場合は黙ってりゃいいんですからね。私はそれについては、不見識であって、ここでは言うのを控えますと言えばいいんですからね。それからゆったりやったりしたことについては必ず責任を取る。それはどうしてかっていうと、ゆったりやったりするってことは自分がそう思ってるからゆったりやったりするわけですからね。簡単ですよ。だって言わなくて何もしなければ責任も来ないんですからね。名乗る必要もないわけですね。まあそうであればもちろんそういう考えも立派な考えですから、社会の隅で静かにしてものを見てですね、どうしても俺は独自の考えっちゃいけないから、どうしても不和雷動しちゃうよとそれじゃしょうがないから、まあじっとしてようかと、まあ、いうことに責任を取れるというぐらいの見識もないので、まあ一応ここはですね、あまり他人に偉そうなことも言うのをやめようと、まあ、いうことですね。今はですね、匿名であって何も考えずに不和雷動で人を叱ったり叩いたりして罵詈雑言をしてですね、それはまあ盗っ人みたいなもんですよ。昔ですとちょうど盗っ人ですね、子供とか盗っ人ですよ。それで責任逃れで逃げていくと、それはね、それで言い訳を言うとみんながやってるからって、いやそれは不和雷動だって言うんですね。まあそういうことで私は、まあ、木村花さんと本当かわいそうでしたね。まあ、もちろんテレビ局に問題がある、それから番組の構成に問題がある、なんだか制作会社も逃げ回ってるようで、それも非常に腹が立ちますが、そんなところに責任をかぶせても僕はダメだと思うんですよ。やっぱり大衆自体が貴族化して SNS で木村さんを批判した人は一人一人が全部自分で名乗り出て、そして自分はこういう考えだったと言って責任を取るということをやっぱりやらないと、
私たちの民主主義っていうのは本当の意味では成立しないというふうに思います。